皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。今噛んだよね。皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。噛まずに言えたかな。今日はですね、本のレビューをしたいと思います。あれを読みました。読み終わった。東野圭吾の秘密えいという本をこの1週間で読んで、昨日の夜に読み終わって、この動画はまあ、できるだけネタバレがないようにレビューするんだけど、もう一つの動画この後に作って、それはまあこの本の解説、本当の意味とか、この本で本当に何が起きたのかちょっと探って解説する動画も作るんでます。そっちの方はもちろん全部ネタバレになってしまうんだけど、まあそれを別の動画としてやって、今日はまあまだこの本読んでない人にこの本を勧めるかどうかちょっと話してみたいです。で、俺は結構最近英語の小説でも日本の小説読んでなくて、なんか結構映画とかアニメとか見とって、それとまあ漫画ぼちぼち読んでたっていうところですね。もう数年間なんか本で熱くなったことはなくて、その状態でこの秘密という小説読もうと思って、で、これは最初からもう感動してすごく泣いてた。もうこの本泣くところはたくさんあって、すごい感動、まあ感動かただの悲しさで泣いてるかちょっと俺もわからないけど、感情的になる小説なんで、そしてちょっと 暗くて悲しくて虚しい話なんで、そういうのが平気とかそういうのが好きな人におすすめです。楽しい小説ではない、これは。でも俺は本当に本でもこんなにないってのはもう10年ぶりぐらい以上。そこは東野圭吾がすごいなと思う。ここ後ろのあらすじって言うんだっけこれ、まあ分からんけどこれだけによると、妻直子と小学5年生の娘もなみを乗せたバスが陰から降りした妻の葬式の夜に意識を取り戻した娘の体に寄っとっていったのは死んだはずの妻だった。まあ死んだバスの事故で奥さんとその5年生のもなみという子供が、まあそれで奥さんが死んで娘のもなみが意識不明の状態で、奥さんの魂がもうちょっとバカバカしい話なんだけど、魂がもなみがその娘が目覚めたら死んだはずの妻の魂が雇ってて、自分の娘はもういないけど自分の娘の体に奥さんが宿ってるという話なんで、まあそこだけはちょっと現実的じゃない話なんだけど、それからは話全体的には現実的なんで、もう本人たちが存在するように感じてくる。そしてまあ東野圭吾は結構なんか日常の小さなやり取りで人間に大きな変化が見える、なんかそういうところを示すのがうまいんだなと思った、東野圭吾。死んだ奥さんの魂が自分の娘の体に、ね、宿ってて、その秘密を抱えて生きていくような話で、日常の生活で小さく人たちは変わっていくんだけど、そんな日常の小さなことで変わるんだけど、その大きな変化につながる上に、その変化とかそういう人が変わっていくはとても止められないということを感じた。で、それを見せる東野圭吾はよく書きたなと思います、この本で。もこれ以上話したらもう完全にネタバレになると思うんで、とりあえずこの本は進め、読んでない人は読んでください。だがちょっと暗い話でもあるから、それが嫌という人はまあやめた方がいいかも解説の動画にたくさん話すつもりだけど、今なんか話したらもうネタバレになっちゃうんで、東野圭吾の秘密という小説はおすすめであります。
まあそれだけの動画になっちゃうんですけど、あのもうこの小説読んでる人たち、あの解説の動画もあの楽しみにしてください。で、解説の動画までまだ読んでない人たち読んでください。それだけのことです。はい、ゴールドの婚約者。それじゃあみんな、またね。